ダンさん質問失礼します。先生のドラムセットを買いましたの、動画の時トゥルトゥ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 タカタカの、フレーズを真似したいのですが、タム移動の時にどうしても、スムーズにいきません、引っかかってしまいます。良い練習方法とかございますか。これは、バケラッタフレーズって言われる、フレーズでタカタッタッタカタッタ、なんかこういうフレーズですね。タカタッタッタカタッタ、これのなんかこう響きがね、バケラッタっていう音の響きにこう似てるので、バケラッタフレーズ、まあ、腹減ったとかでもいいですよね。腹減った腹減った腹減ったみたいな感じですかね。でこれが、パターンだけで言うとこういう感じで、でこれをなんか一個ずつ、回してる感じなのかな。こうで早くやるとなんかあのドラムセット買いましたの時のトゥルトゥトゥルトゥバケラタバケラタバケラタみたいなみたいな感じになりますね。でこれを、分解するとですね、右手はダブルで左はアップダウンでやってるって感じですよ。でこれが合体してタカタッタッタカタッ、だからあのこのそれぞれの、手の動きをつかめれるといいと思います。なんかこの右手はで左はの話じゃないですけど、右手と左手のそれぞれの動きを意識してもらうとスピードが速くなってやりやすいかなと思うので、この右手のダブルストローク、左手のアップダウンをちょっと意識してもらって、トゥグッタトゥグッタを、練習してもらうといいんじゃないかと思います。はい。